なんでまたうどん屋さん始めようっていうことになったんですか。全くそう思うとね、なんで昔子供のうちからうどん作ってたからよ、うんうん、ね、どうですか、武蔵野うどん初めて食べる。結構食べ応えあって美味しいですね、うんうん、はいよ、右側にちょっと入れてやる。ちょっとで、一つ紙で、ありがとうございます。そうだね、ゆっくりして食べてくんね今おいくつ年ですか。92。お元気ですね。そうだね、今のところね、うん、いいことだ、うん、おいっこによ、おい、今日はこいだ別にお金いらないからお手伝いさせてっていう、それに近いものがあるから、なんかオーラが、さあ私のお手伝いをするんだぞってオーラ持ってるのかも、お母さんまあ持ったないよね、なんとなくみんな動くよね。おはようございます、よろしくお願いします、はい、そんなとこまで取らないの素敵なエプロンです。何でもございません結構力入りそうですね。腕の力はね。ちょっと熱いかな。どれくらい薄くするとかってあるんですか。そうだね、みんな平らになればね、薄さがね、これは厚いと太いうどんになっちゃうのよ、薄いと細いうどんになるからね、うんうんうん、でも結構薄くするの大変ですよね。でもやっぱりうどんとかあんまり厚くしちゃね薄いものは噛んだよね
缶そうだよ、うん、何ミリだなんてわけにいかねえ。そうでしょ。美味しそう。みんな昔は一般の家庭でこうやったのよ。うん。うん、これは食だもんね。うん。うん、どこの家でもやったんですか。そうだね、だいたいみんな夕飯はうどんとかさ、うんうん、私は農家あれだって、みんな一汁一菜土地で作ってね、うん、やったんだからね。今お大名だよ。お大名そうだよ本当だよ。電話一本で物を持ってくるしよ、うん、ね。そうですね、便利になりましたね。本当だよ。だから私なんかそのもったないが最初立っちゃうよ、うん、もったないな、もったないな。
ればいいです。お疲れ様です。やっぱ結構大変ですね。そうだよね。終わるまでね。笑えないちゃった。今さんお店はいつからやってらっしゃるんですか。ね、ちょうど今からだと何年だろうな、54年やってらっしゃる。で、いつっていうよりもちんたら飽きないだからね。お一人で始めたんですか。いや、お母さんがね、少し手伝ったよね、おばあちゃんが。この100歳のおばあちゃんが。あ、このお母さんがね、私の母親はね、110歳で亡くなった。110歳まで。で、100歳の時はね、あれよ、普通でね、ここまで来た。これなんかあって若い時だ、これ。あ、すごい。これおいくつぐらいですか。70ぐらいになってたんだろうね。でも、今も変わらずお若いですよ。まだ本当に。なんでまたうどん屋さん始めようっていうことになったんですか。全くそう思うとね、なんで。昔、子供のうちからうどん作ってたからよ。ね、で、最初はこういうさ、食べるね、じゃなくって、この辺は玉売り。玉をね、今買いくんでしょ、あのように玉売りで、いや始めたのよ。それがだんだんね、あれになって、ここで食べされてるようになったのよ。なんか手打ちうどんって感じですごい美味しいですね。なんか食感もいつも食べてるうどんとかとはちょっと違うなっていう感じですね。噛み応えがあるっていうか、なんかもぐもぐ食べるのが美味しかったですね。はい、コシがあってすごく美味しいです。耳を食べね。ちょっとで、一つ紙で。ありがとうございます。もうまた味がいい。いや、美味しいからいけちゃいます。耳ってやつ。美味しいです。はい。ありがとうございます。おつゆを入れてやる。おつゆ、ちょっと待っていいですか。はい、おつゆくんね。はいよ。端公園系の大きいんだろ。だから端の。お手は足りる？あ、足りました。ゆず入れた？あ、入れました、入れました。おはようございます。マスヤです。何やってます？はい。スイスイなの。ついてて。満パン、動かない車。なんでこっち側、混んでる。ああ、そう、工事とか。工事じゃないんだけど、混んでる。よかった、泳ぎですね。呼ばなくて。あ、そうか。ずーっと今回はさ、そうちゃんの方から歩
うどん。あ、はい。そう、危ないので気をつけてください。子供のお椀と。美味しそう。そうだね、ゆっくりして食べてくんね。ありがとうございます。あとあのピンクの箸もつもつついてる。こちらは初めてです。初めてです。あ、そうですか。なんで今日は？今日は嫁さんのお墓参りで。このお墓参りです。あ、私も初めてです。あ、そうなんですか。はい、うちの家族はもうあのみんなじいじとか行ったことあるんですけど、好きでお墓参り行きたくんで、せっかくだから行ってみようと思って。うちのじいちゃんが死んじゃったから。この墓参りでね、亡くなったおじいちゃんがよく来てたらしいんで。ああ、そうなんですね。それでちょっと寄ってみようってこと、うん、じゃあ、 あの奥様はこういううどんは昔から。あ、そうですね、武蔵野うどんっていうのかな、なんだろう、うん、好きです。お母さん、昔もちもちしてて、西武線の近くの家に住んでた。ちょっとすごい具体的すぎる。たかしはどう？うどん大好きなので。ああ、そうなんですか。はい、ああ、なんかね、一心不乱に食べてる。そうですね。嬉しいでしょうね。でも良かった、すんなり車入れたから。田舎うどんね、またいいね。どうですか、武蔵野うどん初めて食べて。結構食べ応えあって美味しいですね。うん、うん、ありがとうございます。はいよ、右側にちょっと入れてやる。うん、またうまいんだよ。はい、よ、はい、ありがとうございます。元気そうですね、相変わらず。ただ言うてんだけよ。え？ただ言うてんだ。それができなくなってくるからさ。25だって？はい、そうです。はい、すいませんよ。うん。はい。持ち帰りなんですか？そうです。すごい量なんです。いや、すごい量かどうか知らないけど、25玉って多いんだか少ないんだかよくわかんないけど。何人だと思います？大人5人か。あ、そうか。うん、大体そんなもんでしょ。そんなもんでしょ。うん、まあ、おいくらですか？はいよ、どこ、2,000円、ちょうど2,000円か。2,000円、うん、はい。いつもうどんはこちらで買われるんですか？そうね、うん、まあ、あのしょっちゅうじゃないけど、うん、月1ぐらいかな、今。朝のうちに、朝のうちか午前中かなんか電話入れて、時間代って言っといて、ぐらいに来て、まあ、うちの場合は夕食で食べるケースが多いんですけど、ね、2家族で食べるんですけど。ごめんなさい、なかなか、はい、こちらのうどんどうですか？美味しい、うん、どんなところが？やっぱり武蔵野うどんのそのものって感じだよね、うんうんうん、美味しいです。今までありがとうございます。はい、どうもすいません、はい、どうもありがとうございます。伊藤さんの足のところにあった。
でもこんなタウンレでなるんだよ。から来てんだ。12月の31日に全部しとるって。週どれくらい来られてるんですか。あ、私近いので毎日のようですね。毎日。近いので。ロハだからね、大したもんだよ。え、ロハ、ロハなんですか。わかります、ロハって。お金を払ってないことロハって言うんだよ。従業員で何だろうね、ボランティアっていうか、うん、お手伝い、ヨガって言ってもね、うん、だからファンって言ってました。ファンだよね、多分そうだと思う。ほら、自分の憧れのファン、あのね、芸能人がいたらさ、うん、別にお金いらないからお手伝いさせてっていう、それに近いものがあるから、なんかオーラが、さあ私のお手伝いをするんだぞってオーラ持ってるのかも、お母さん。まあ持ったないよね。なんかよくみんな動くよね。おばちゃんが腐ってして動いてるって、ちょっと手の足りたいとこをみんなお客さんも手出してくれるから、自然と来た人がみんながなんとなくうちにいても話ができないから、うん、ここに来て、はいはい、おばちゃんと話したりして、うんうん、地域の人たちも含めて知り合いになったりね、はい、あ、うん、そんな感じだね。こういうと楽しい感じ、うん、やっぱり喋るからね、うん、旦那さんと二人でいても喋ることない。きれいに頭の上から足先までずんだだけ、ちょうど邪魔になってないからちょうどきれいに映ってる。お父さんもお元気ですね。そうだね、もう調子悪いね。そうですか。だって こんなことやってんけどさ、私立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 だよ。大動脈やって心臓やって、去年は膵臓がんの手術して。へえ。もう年が年だからや。まあよくやったしゃね。でもそんな大病されたように見えませんけど。みんな言うけどね。まあじゃあ仕事が元気の秘訣みたいな感じ。そうそう、仕事はこれね、踏むって、あれ踏むのがいいのよ。うん。足、筋肉でね、刺激あるのよ。マスさんのとこ来るのが、まあ、元気の。そう、秘訣なのがね、もうしょうがないんだよ、これね。
ここ来てること自体がね、すごくやっての励みになるっていうかさ、おばちゃんと言いっこしてね、あじゃのこじゃのって喧嘩したり、口喧嘩したりしながらも、ね、おばちゃん使ってくれてるからさ。マーさんとうどん作ってんのが、そうそう、いいんですかね。そうそう、いいんだね、やっぱり。いらっしゃい、はいどう。でもだいぶ涼しくなったよね。そうですね。ね、そうじゃないと困りますよ。本当だよ。大盛りです。ごめんなさい、大盛りさん。はい。ありがとうございます。今日はどうしてこちらにいらっしゃったんですか。母がね、テレビで見たんですって。で、いつもここの前を通っていたんですけど、入るきっかけがなくて、いやー、じゃあぜひ伺ってみようと思って行きました。天津丼ってあんまりないんですよね、この辺でも、だから、昔はね、私は昭和19年生まれだから、戦後で母はいつも手打ちを打ってくれたんですよ。そんなもんでね、とてもね、懐かしくてね、いただきたいなと思いました。疎開してたんですよ。親戚の山梨の三富村っていうところへ。だから、自分で作った、こちら沢のなんか粉に、こだわって作ってらっしゃるっておっしゃいましたよね。テレビでそういうふうに言って。でも私のうちの母は自分のにわかやお役所さんですよね。東京から疎開したんだから、その粉を、でもしかしたら配給の粉だったかもしれません。小さかったからどっちか覚えてませんけど、何歳の時にはね、小学校上がる前だから4歳か5歳かも分かります。美味しいですよ、とっても。どうですか、ありがとうございます。美味しいです、とっても美味しいです。私なんかその戦争の最中にガクトでさ、会社行ったんだよ、ね、大したもんね、マキセンツの巻いたの、モーターを。あー、すごいですか、大変でしたね。だから食べ物もないしね、ですよね。今おいくつ年ですか。92。お母さんいくつ。私、79歳です。あ、でも80になるんだ、ね、すぐ、お元気ですね。そうだね、今のところね。いいことだ。おうどんとっても美味しいです。そうですか、よかった。美味しいです、とっても。ゆっくり上がってください。ありがとうございます。サラダもいただいちゃって。ほら、本当だ。